国会会会でで、は午後にに開かれれれるるる衆議議議院ののの本会議で旧統一教会との関係がが指摘されている森山文部科学大臣に対すす。不信任決議案の採決案採行われます与党の反対多数で否決される見通しです。立憲民主党は、 森山文科大臣について不誠実な答弁を繰り返し国民への説明責任を全く果たすことなく居座り続けているとしてきのう森山大臣に対する不信任決議案を衆議院に提出しました不信任決議案は午後の衆議院本会議で採決され与党の反対多数で否決される見通しです一方森山大臣は今朝の会見で 旧統一教会とは関係を断っていると改めて強調した上で旧統一教会の被害者救済や教育行政も含めてしっかりと取り組み職責を果たしていくと述べ辞任を否定しました。